朝日新聞の記事、見出しになりますが、アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画をめぐり、防衛省は20日、辺野古北側の大浦湾を埋め立てる工事を本格的に始めました。国が申請した工事の設計変更を県知事に代わって国が承認する代執行に踏み切ってから8ヶ月、軟弱地盤が広がる区域での難工事に踏み出したとあり、軟弱地盤の区域ですね、大浦湾ではこの日午後、作業船のクレーンが杭を吊り下げ海中に打ち込み始めた、沖縄防衛局によると埋め立て予定区域を囲う護岸の整備から始めたというとあります、はい。記事はそこまでなんだよ ね、 そうですね。でもこれ杭を打ち始めたって言ってるわけだよね、はい。その杭が軟弱地盤にどういうふうに効いたのか、ね、その杭がちゃんと固定が役に立ったのか、ね、その話までは新聞には書いてなかったよ ね、 そうですね、はい。一応防衛省の計画では軟弱層に最大で海面下70メートルまで、まあ、杭を打つなどして、まあ、地盤を固めてその後に埋め立てると、ただこの地点、海面下90メートルまで、まあ、改良する必要性があるんじゃないか、まあ、技術的にこれ難しいんじゃないかと、まあ、ずっと言われてる部分ですね。で、技術的に難しいんじゃないかって言われてる工事を始めちゃったってことになるの、これは、そうですね、上皇玉城デニー知事は昨日記者団に、まあ、完成する可能性は極めて低いと、国民の税金を無駄に投入することなく直ちに基地建設を中止していただきたいと述べたとあります、はい。そういう工事が始まって完成はいつですか？2030年代ですね。陸地下に8年で V 字型の滑走路を備えた飛行場の供用開始までおよそまあ12年かかると、2030年代半ばですね、ね、まあそれで完成するかどうかもわからないのに、お金をどんどん使って工事が進んでると、現状の試算ではおよそ9300億円公費がかかるでしょうと言われてますが、まあ、工事が伸びたりした場合は当然これよりも多くなっていくということになります、はい、ね、そういうことで、それまでは普天間をずっと使い続けると、まあ、いつもお伝えしているように、まあ、普天間から移動できないかもしれないけど辺野古が始まっているという話で、それで玉城デニーさんはこれに反対をしているという話だね、はい、気になります。次です。この普天間移設問題で抑止力の維持を当然の前提として、なぜ辺野古になったのかといえばですね、それはここしかないということではなくて、あまたある自治体の中で苦渋の、本当に苦渋という言葉が貧しく聞こえるぐらいに、本当に血の出るような命を懸けた人も職を落とした人も何人もいました。受け入れてもいいという意思を表示していただいたのが当時の名護市しかなかったから、これが一番の理由です。そしてこの普天間基地問題の中で一番急ぐのは、世界一危険な基地とも言われるこの辺の普天間基地を一日も早く移設させる、それが一番重要なのです。最近ヘリがよく落ちますよね。回転翼機ってのは固定翼機とはまた違った操縦の難しさがあるものです。情勢緊迫時にはその危険性が増すということも、それは常識であります。私たちは前総理からあんた方は13年間杭一本打てないじゃないかというふうに嘲笑されました。谷垣総裁と私がなんで去年の12月の末に官邸に行って、当時の鳩山総理、平野官房長官お目にかかって、名護の市長選挙の前にこれを決めてくださいと、名護の市民の意思にこれを委ねるのはあえて言えば筋違いの問題なのです。これをやってしまって移設反対、こういう意思が示されたらば、もう元へ戻ることがとても難しくなる。どこに基地を置くかということはいつにかかって政府の責任なのであって、それはあらゆる非難をかぶるべきものである、それが責任ある政府というものである、そういうふうに申し上げました。だけれどもその後もあなた方は13年間杭一本打てなかったじゃないか、そういうふうに言われた。環境影響評価をやってる間に建設のための杭なんか打っていいはずがない、常識です。そんなことやっていいはずがないのです。この問題は佐藤栄作総理の沖縄返還、それを間近で見ていた橋本龍太郎総理、そこから話は始まっている。橋本さんは当時の太田知事と20数回にわたって会談をした。沖縄が俺の死に場所である、そう言ったのは梶山清六官房長官であった。小渕総理はまさしく命を懸けて
この沖縄の問題に取り組んだ。沖縄サミットも実現をさせた。野中官房長官もそうだ。そして多くの沖縄の人たちが職を落とし、命を懸けて本当にガラス細工のように実現一歩手前まで来ていた。それを13年間食い一本打てなかったじゃないか。沖縄への思いだけで制服自衛官の意見も聞かずに国外だ、最低でも県外だ。その結果がこれじゃないですか。この修復のために私たちは野党の立場であっても去年の暮れに決断をしていただいていれば全力を挙げてこれを支援をした。だけれども今の状態になった、これはいつにかかって民主党政府の責任です。間違いない。民主党への政権交代が起き、鳩山首相が最低でも県外の実現をオバマ政権と交渉しようとしたとき、在アメリカ日本大使館はどう動いていたのか。その時大使館にいたのが小林議員ですし、メディアは検証してほしいと思います。政権交代、政策変更が起きたのに対して役所はその実現に協力したのか否か。石破君結論申し上げればね、私は日本国でできることは日本国ですべきだと思っているのです。日本国でできることであるのに合衆国がやっているものはないだろうかと。そして沖縄でなくても負える負担、本土で負える負担、それがあるのではないか。逆に申し上げれば、何が沖縄でなければならないのか、何が合衆国でなければならないのか、ということを突き詰めて考えないと、この言葉の答えは出ません。沖縄に理解を求める。総理、沖縄に行かれる。沖縄に何の理解を求められます？何についての理解を求められるんですか？野田佳彦内閣総理大臣。今の日本の政府の姿勢っていうのは、普天間は固定化はしてはいけない、でそれは辺野古に移設するという方向性であります。でその際に沖縄県民の皆様のご理解をいただきながら負担軽減も図っていくという政府の姿勢を説明するんですが、その際にやっぱり沖縄という地理的な状況というのは日本の安全保障を考えたときに極めて大事な位置であるということ、でそこにアメリカ軍が駐留をし、そして抑止力になっていることの大事さということをしっかりお伝えをしながらご理解をいただくべく説明をしていきたいというふうに思います。なぜ沖縄でなければならないという判断なんですか？それは私は沖縄の理解を求める、それは大切でしょう。しかし同時に本土の理解だって求めなければいけないはずです。なぜ沖縄にこの負担をお願いをするのか、それは本土では負うことができないのかということをきちんと言わなければ、面倒なものが自分のところへ来なくていいな、それは自分の胸に手を当てても反省をしなければいけないことです。だけれどもなぜ沖縄でなければいけないのかということは、沖縄に対しても本土に住む人間に対しても同じように理解を求めなければなりません。朝鮮半島、台湾海峡、それは私は脅威というものがそこにあると思って、それを政府流に懸念と言ってもそれは同じことです。そこにどれだけ早いスピードで駆けつけることができるかということでしょう。そこにおいて合衆国の国民が残念ながら今の自衛隊法の考え方では邦人救出ってのはできませんから、合衆国海兵隊に朝鮮半島であれ台湾であれ邦人日本人を救出することもお願いをしなきゃいかんでしょう。1分1秒を争うことなのだと、1分1秒遅れれば事態が取り返しがつかないことになるのだと、だから早くなければいけないのだ、そういう理解だと私は思いますよ。そのことははっきり言わないと分かりません。もう一つは海兵隊ってのは常に 120% の力を持っていなければなりません。だとすれば常に訓練訓練訓練を積み重ねていかねばなりません。そうするとヘリの基地と訓練場が離れてはいけない、それがどこに求められるかということです。これは本土にそういう場所がないかということも考えねばならないことだ。私はそこから目をそらせてはならないと思っています。もう一つは、有事になれば平時の5倍から10倍の飛行機が飛んでくるということです。だとすれば、よほど多くのスペースがなければ、そこを収納することはできないでしょう。作戦を展開することもできないでしょう。だからこそ沖縄だ。という理解だと私は思う。もしそうで間違いないとするならば、総理は沖縄に行かれてそのことをきちんと述べられるべきだし、日本国民に対してもなぜ沖縄でなければならないかということを誠心誠意説明する義務があると思って一つご確認したい。もう一つはなぜ辺野古なのかということです。我々が政権の時に辺野古に決めました。なぜ辺野古なんですか？理由はたった一つですよ。辺野古だけが受け入れてくれるという苦渋の決断をしたからですよ。そのことを軽んじてはいないか。辺野古の人たちがどれだけ辛い思いをしてあそこを受け入れたということを軽んじてはいないか。13年間食い一本打てなかったではないか。私は
はっきり言えばこの調書は取り消してもらいたい。橋本総理であり、沖縄が私の死に場所だと言った梶山官房長官であり、野中官房長官であり、大勢の人たちが沖縄に命を懸けた東町であり、あるいは岸本市長であり、島袋市長であり、大勢の人たちが本当に血と汗と涙を流して実現一歩手前まで行った辺野古の人たちに本当にすまなかった。まず詫びるべきは辺野古の人たちに対してではないのか。そして嘲笑したこと、あなた方は13年かかって杭一本打てなかったではないかと言って、本土であり沖縄であり大勢の人たちの努力を嘲笑したこと、私は詫びるべきだと思っている。申し訳なかったとか反省したいとかそういうことではなくて、きちんと辺野古の人たち、そしてもう亡くなられた方もあるけど、そういう努力をした人たち正面から詫びるべきだと思っているが、ご見解はいかがですか。野田佳彦内閣総理大臣。まず前段のなぜ沖縄かということのお話は、沖縄の皆様にもそして国民の皆様にも機会あるごとにきちっと説明をしていきたいというふうに思います。でその上で杭一本打てなかったことを嘲笑したと、そういう言い方をして嘲笑したというご指摘がございました。私としては歴代の先輩政治家の皆様、それも国政だけではなくて沖縄においてもそういうさまざまな地域のリーダーの皆様にご理解をいただきながら進めてきた努力は私は尊いというふうに思っております。残念ながら政権交代以降、県外移設を追及をし、その検証する過程でご迷惑をおかけいたしましたけれども、歴代の皆さんのご努力を決して嘲笑することは私の気持ちは全くございません。石破君。極めて残念です。私はね、総理の人柄を疑うわけではない、だけれども間違ってたことは間違ってたと正面から認めないと、そして詫びないとことは進まないですよ。間違っていたことは間違っていた、それによってどれだけ大勢の人が傷ついているか、そのことを正面から見てほしいんです。次に屋良智博さん。はい、立憲民主党の屋良智博でございます。まずは辺野古の問題ですけども、埋め立ては6年目に入っているんですけども、進捗は まだわずか全体の 16% である。残り8割の埋め立てを今後8年で終えて12年後には、完成するということになっております。予算は当初の3500億円から約3倍の9300億円に膨らんでしまっている。ところがすでにおよそ半分の4312億円を消化してしまった。予算オーバーするという指摘に対して木原大臣は、将来のことは断定できず予断を持って答えられないと答弁をなさっている。で現在のペースで続くとすれば、およそ30年後ぐらいになるんじゃないかというふうな見積もりもあります。で予算も現在のペースで進むとすれば、単純計算ではございますけども2兆7000億円ぐらいに膨らむかもしれない。で当初予算の約8倍、大阪万博がですね 1.9 倍の2350億円でかなりこの、新聞市場を賑わしてますけども、辺野古はちょっと比較にならないような公共事業で、この新しい基地をですね使おうとしているアメリカ側からは滑走路が短すぎるということで不満が聞こえてきているというようなことなので、辺野古の計画もうすでに破綻しているのじゃないかというふうに私考えておるところでございます。そして、予算委員会でですね木原大臣と審議をさせていただいたことの少し深掘りをさせていただきたいんですけども、辺野古の埋め立てを始める前に軟弱地盤が広がる地域の土質調査をしなかったことについて、木原大臣、予算委員会でですね2007年までに実施した、土質調査の結果、計画地で確認された中積層の、土質については粘性度ではなく砂礫などであったことから、埋め立て承認申請を行う前の設計段階でさらなる土質調査を実施しなかったというふうに答弁されております。つまり砂地というのは硬いから、その埋め立て申請を行うにあたっては土質調査は必要じゃないというふうに考えたということだと受け止めましたけども、2007年ですね、平成19年の報告書にある、いわゆる軟弱な中積層との記載でございますけども、一般的にはその中積層が他の地層と比較して柔らかい場合があることを、表現していることというふうに申し上げました。地盤改良工事が必要となる地層であることを意味するものではないということも改めて申し上げます。その上で、沖縄防衛局においては普天間飛行場代替施設建設事業にかかる埋め立て、承認願書の作成にあたって設計段階において必要な調査を行い、ご指摘の中積層についても認識した上で検討を行ったものであります。その2007年までに実施した土質調査の結果、計画地で確認された中積層の土質については申し上げた通り、砂礫等
であり、圧密沈下を生じるようなそういった粘性の土層は確認されなかったことから、設計段階ではさらなる土質調査を実施しなかったところであります。沖縄防衛局はこの地層の存在についても平成25年2013年の埋め立て承認願書に記載するとともに、その審査過程において施工段階でボーリング調査等の必要な土質調査を実施することを沖縄県に説明した上で、沖縄県知事から埋め立て承認を得たものと承知しております。その後施工段階で必要な調査検討を行った結果、地盤改良工事が必要であることが判明をしたので、同工事の追加などを行うこととしたところであります。沖縄防衛局の対応ですけども、それぞれの段階において必要な調査検討が行われたものというふうに考えております。今大臣説明されたその2007年までの実施した土調査の結果、さらなる調査は必要ないというふうに判断されたということなんですけども、その調査というのは軟弱地盤が見た大浦湾側ではなくて、2つありますよね、大浦湾側と辺野古側。辺野古側というのは比較的浅い、しかも土質は硬い。ところが軟弱地盤が見つかった大浦湾側というのはもう水深90メートルで軟弱地盤が広がっているということは分かったのがその後なんですけども、これ今大臣説明された認識というのは、その辺野古側で行った調査をもとにしたものであって、で大浦湾側のボーリング調査のデータは持ち合わせていなかったというふうな受け止めでよろしいでしょうか。防衛省青柳整備計画局長。必ずしも辺野古側のものではございませんで、過去ですね、実施したボーリング調査、そのうち4本の調査結果を取りまして、でさらにそれに加えて2007年にですね、音波探査ということで、幅広く音波で探査をし、その音波探査の結果がですね、実に驚くものでありまして、軟弱地盤07年にすでに分かっていたという報告書、今説明いただいた通りでございますけども、防衛局は広く深く軟弱地盤が分布しておいて、精密に調査をする必要性があるというようなことを認識していたというようなことでございますけども、これ埋め立て申請をする6年前の調査なんですね。でそのこの記事の元になったのが、手話部地層調査、手話部というのは辺野古のことでございます。報告書、これ防衛局が作成したものですけども、まとめの方の今後の課題として指摘されているのは、括弧1の、少し後段になります。今回の解析を用いた、既存の資料は、辺野古海域のものであり、大浦湾海域の地質構造を精度よく把握するには情報が少なく不確定さが残る。で括弧2、そこで軟弱地盤が広く厚く分布している、なので設計施工にあたってはしっかりとその状況を把握した方がいいですねというふうに自らの報告書で書いている。でそれをするためにはボーリング調査が必要ですよというふうに自ら行った調査ではっきりと明記しているにもかかわらず、それを行わなかった。なぜでしょう、なぜ調査を行わなかったんでしょうか。ご指摘の報告書でございますけども、これは連名の形になってますけれども、これは単に我が委託した業者から我が受け取ったものというものでございまして、会社の方でこう連名の形にはしてありますが、単にこれは業者が作った報告書ということでございます。その上で埋め立て承認願書の作成にあたりましては、沖縄防衛局におきまして、設計段階で必要な調査を行い、ご指摘の注積層についても認識の上で検討を行っているものでございます。沖縄防衛局はこの地層の存在につきましても、平成25年の埋め立て承認願書に記載するとともに、その審査過程におきまして、施工段階でボーリング調査等の必要な土質調査を実施することを、沖縄県に説明した上で、知事から埋め立て承認を得たものと承知してございます。で、その後の施工段階で、必要な調査検討を行った結果、地盤改良の工事が必要であるということが判明し、その工事の追加を行うこととしたことでございます。少しびっくりですけども、連名であって、これ何コンサルタント会社がやったんで、その結果を共有してませんということですか。共有してないということでございませんで、委託業者から受け取ったものでございまして、我々は十分それを認識した上で、さまざまなその後の作業をしているということでございます。で質問に答えられてないんですけども、なぜ事前の調査を行わなかったのか、皆さん共有したわけですね、この調査結果を。でこの調査結果ではボーリング調査しなさいと書いてあるじゃないですか。もう一度お願いします。防衛省といたしましては、先ほど申し上げたですね、ボーリング調査、そしてその後の音波探査、これで設計段階においては十分な調査を、土質調査をしたと思って考えてございまして、それをもとにですね、承認の願書を作成したということでございます。だから全然答えられてなくて、これやりなさいと書いてあった。だけど防衛省はこれで十分足りると思った、その段階で。私の質問はなんでやらなかったのかということです。2007年の調査ですよ、これ結果は。で申請に、その埋め立て願書の提出は2013年じゃないですか。
その間6年時間があったわけですよ。十分にできたはずです。なぜやらなかったんですか。我々としては19年2007年までに実施した土質調査の結果、計画地で確認された中性基礎の土質、これについては砂礫等を中心としたものであるということであって、圧密沈下、つまり沈むということが生じるような粘土層では粘性土質は確認されなかったということでありますので、設計段階ではさらなる土質調査を行わなかったということでございます。結果論で言えばその見立ては大間違いだったということじゃないですか。だから今設計変更をして大規模なその地盤改良工事をやらないといけなくなってしまった、これいくらかかるか分かんないという公共工事、こんな公共工事過去にあるのかということです。防衛施設行政本当にこれで大丈夫かということですよ。大変大きな問題でございます。でそれでその認識をもとにした大臣の答弁ですけども、本当にその認識で設計施工段階でボーリング調査をやればそれで足りるという、それで突っ走った結果今じゃないですか。こんなに大騒ぎをして、でその結果アメリカ側は滑走路が短いからこれちょっと使い物にならなと言い始めてるというような現状でしょ。誰のための何のための公共工事ですか、ね、今43兆円使おうとしてるじゃないですか。本当に大丈夫ですか。おそらく全国でいろんな工事があるでしょう。防衛省主導の今のようなやり方で見通しもない、やってみた行き当たりばったり、軟弱地盤が見つかった、ほらなん地盤改良工事だということで今大騒ぎしてる。本当にこれでいいんでしょうか。そして沖縄県とのやり取りで施工後にやりましょうねと、ボーリング調査やりましょうねというふうなことを確認したと先ほど説明されましたけども、沖縄県からはですねその申請の願書受付の時にこのような問い合わせが来ているはずです。地盤の液状化や沈下の可能性を適切な手法により評価する必要がある、評価結果についてご教示ください。だから液状化と地盤沈下は起きませんよねというようなことを確認するわけですよ。当然でしょう、許可権限者だから。で施工者が大丈夫だと言ってるけども本当大丈夫ですかというようなことを聞いたわけですね。で防衛省は何と答えたかというと、計画地の真下で圧密沈下は生じないものと想定しています。施工段階で地質調査などを実施し、地盤の物理特性力学特性を把握し、液状化および地盤沈下の有無を確定する予定ですと、あくまでも工事を始めてから確認しますよって言ってるけども、その前段で沈下起きませんと先ほど説明されたんですけども、調査結果というのはあくまでも辺野古側、今先ほどおっしゃったのは1997年のボーリング調査 B1 地点でしょう。しかしそれはこの2007年でその明らかになった広く厚く広がっている地盤沈下はカバーしてないんですね。音波調査によってその存在を分かってますということが2007年のこの報告書なんですよ。分かっていながら沖縄県に対しては大丈夫ですよって言って、そして、埋め立て許可を得た、これがその当時のやり方だったんじゃないでしょうか。もうちょっと厳しい言い方で言いますと、これ詐欺的な手法だと私は受け止めております。で防衛省は辺野古側の調査をもとに、地盤の硬さを示す指標 N11 N 値が11だというふうに説明しています。沖縄県に対してですね、一般的にその強度では家など小型建造物しか建たないはずだ、中低層マンションでも N20 以上が望ましいとされているわけですね。 N11 とした根拠もその今説明しました1997年に実施したボーリング調査から引用したものですよね。防衛省そこを確認お願いします。本事業におきます土の強度につきましては、国土交通省港湾局が監修する、港湾の施設の技術上の基準同解説、これに準拠して設定してございます。埋め立て承認願書の作成にあたっては、沖縄防衛局が設計段階において、必要な土質調査を行った結果、先ほど申しました中積層の存在が確認されたものの、その土質が砂礫等であったということから、埋め立て承認願書の添付図書である、設計概要説明書の、土質条件の一覧表において、その N 値の平均値を、記載したものと承知でございます。その後施工段階におきまして、必要な土質調査を行った結果、小浦川の地盤の一部に、地盤改良が必要となる、粘性土層が確認され、その一部の N 値がゼロであったということで承知でございます。その N 値11を引っ張り出したその根拠ですけどもね、これ平均値と言いましたね今ね。その平均値をこう取る中では N 値が2とか3とか5とかもあるんですよ。これ一桁台の N 値だと何にも立ちませんよ。そして実際にそのボーリング調査をした結果、なんとゼロ値もあったということですね。ゼロ値、マヨネーズ状、棒をこう立てるとズブズブズブっと
沈んでいくぐらい、そこに何が立つのかということなんですね。だからその設計を変更する始末になった、これ間違いないですか。最初のですね、承認願書作成にあたっての土質調査、これは我々ボーリング調査、そして音波探査、これ面的に音波探査で、その土質がどこにどういう土質が分布しているかというのを我々確認して、まあ、その時にやっぱり砂礫が中心だったということから、これはなんていうか、地盤改良を必要するものではないという判断をしたところでございます。これね、何千億もかかるという大規模事業ですよ。で、で事実をですね、隠蔽もちょっと厳しいかな、でもその通りだと思います。隠しながら事業を進めていった。沖縄県からその埋め立て、許可を得るために N 値も、まあ、11度で、割と硬いよと言ってるけども、圧密沈下も起きないよと言ってる。しかしちゃんと調べてみたら沈下しますから、地盤改良工事をしますと言ってるわけですね。これはですね、やっぱり安全保障のことだから無理をしてでもというふうな考え方であったらですね、安保政策は国民の信頼を失いますよ、おそらく。でより不安定になるでしょう、まあ、それはね、いろいろイージスアショアの問題もあったし、グローバルホークも、まあ根っこは同じじゃないかな。他に方法がありません、唯一ですというのは、おそらく防衛行政の思考停止、怠慢じゃないかなというふうに私は思っております。次の、まあ、もし時間があればその別の方法についてもですね、ご議論させていただきたいんですけども、次の、質問、もう時間もありませんので、移させていただきたいと思います。でもう一つ防衛行政のまずさを象徴するのが、沖縄県のですね、中部地域にありますうるま市、の、陸上自衛隊の訓練場、計画でございます。訓練場新設計画でございます。地元は大変強く反発しております。沖縄県議会が白紙撤回を求め決議しました。